もしもーし。おー、もしもし。もしもーし。あ、聞こえとるかな。あ、どうもどうも。もしもし。うん。お名前は？お前さ。お名前は？なんて？いや、ウイスキーっすよ。お名前は？いや、ウイスキーさん、どうも。はい。ウイスキーさん？いや、俺とお前初対面ちゃうやろ、お前。え？はじめまして、ちゃうやろ。あ、ありますよ、僕と。会ったことはないけど。いや、僕は認識ないですけど。初対面じゃ、お前、うん。初対面ちゃうよな、お前。いや、俺覚えてないけど、俺のこと認識はあんの？認識も何も、お前さ、ニコ生時代さ、外国人でいっぱいやり合ってんけど、うん、覚えてんの？いや、俺は覚えてない。お前覚えてんねやろ、うん、お前頭悪いだけやって。記憶力ないねんって。いや、記憶力なかったんだよ。記憶力ないだけやろ、俺がちょっとしたら速攻すぐ聞いとったよな、お前。うん、何どんな話？俺がスカイプ撮としたらすぐ切っ、うん、切っとったよな、お前。スカイプ撮としたら。相手にされなかったんじゃないの？相手にされなかったってお前さ、うん、相手にされてるだけありがたいと思うよ。だってさ、普通に考えて、だけありがたいと思うよ。俺はあなたのこと覚えてます。で、いや、相手側はあなたのこと覚えてます。相手されてないだけって言うけど、相手されてるだけありがたいと思うよ、お前みたいなもんは。な？いつまで経っても伸びてきた。なんで急に声が高くなったのかわかんないけど。な、お前、な？自分、YouTube 上げたりさ、必死で頑張ってんの分かるけど、な、お前。な、聞いてるよ、お前。必死でも YouTube で上げたりしてるけど、全然伸びひんやんけ、お前。コラボという。普通に考えてさ。リアルでコラボ言うたら、お前、ロハコフライやろ、お前。なあ。いつだの、他にもいっぱいいるよ。まず、何言うてるの？は？え、何？え、何？コラボが何？だから、お前さ、リアルで、リアルで、お前なんか、なんや、ロアコぐらいしか絡まれへんやつやろ、お前。ロアコ。俺結構コラボしてると思うよ。なあ。コラボどれくらいされたことあるの、ウイスキーは。ないの。え、どれくらいコラボ、俺よりコラボしたことあるんだよね。いや、俺の話じゃなくて、今俺の話しちゃうの、お前。え、ちょっと待って、いや、俺の話しちゃうの、お前。今俺の話しちゃうの、お前。お前の話してんねん。なんで俺の話と、お前の話すり替えんねん、お前。あのさ、なんでお前の話か俺の話にすり替えんねん、お前。ボケ。すり替えんなよ。まずお前の話をしてんねん、お前。いや、何お前、何じゃあ俺コラボセリアで、セリアで、遠隔何やったっけ、あ、じゃあ、何やったっけ。広角レンズか。広角レンズ買いに会心しとったよな、お前。なあ、何がおもろいんよ、お前。なあ、もちろん面白い放送しろよ、お前。エンターテイナーなの、お前。言うとってへんけ、お前。俺さ、ウイスキーの配信一回も見たことない。何セリアで、うん、セリアでお前何お前、何や、何、ロアコさんのためになんか何や、広角レンズ買いに行く、何がおもろいね、お前。ボケ。なあ。その配信見てたってこと？配信しとったらお前伸びるわけないやろ、ボケ、お前。おい。あ、ということは俺よりも伸びる配信をやってるってことでしょ？聞いてんのか、お前。ベリーさん、俺よりも伸びる配信をしてるってことだよね。じゃあ、お前はだから、なんで俺の質問にまず、お前、聞きや、ちょっとお前。お前、まず需要ないから。いいよ。な、もう言わしてよ。お前、配信需要ないから。需要ないから、さっさと配信やめろ、お前。俺の配信需要ないんだよ、ね。さっさと配信やめろ、お前。やめてくれ。日本語わかる？いや、いいんだけど、いいよ。喋りたいことあんならいいよ。俺の話聞かないってこと？喋りたいの、一方的に喋りたいの。俺は別に議論をやる気なの。俺のこと論破するかどうかを知りたいの。俺のこと論破できんの？ただ意見言ってるだけだよ。大丈夫？そんなんでリスナー沸かせられんの？ね。俺だったら一方的な前に、まず相手が何を言ってるのか把握するところから始めるんだ。で、論破っていうのは論を張って、その後は破るから論破っていうのね。わかる？あなた論一つも張ってないよ。で、俺に意見言わせない気だったら、喋りになんないから、自分の放送なんか言ってた方がいいんじゃないの。で、俺にさ、対してさ、コラボしたことあんの、ロハコだけじゃねえかよって言ったけど、俺、かなり、コラボしてるんだ。で、おそらく、ウィスキー君よりも、コラボの数多いのね。もしウィスキー君がそれを言うんだったら、コラボしてる人数で勝負しようよ。うん。俺今までコラボした人数、嘘偽りなく全部あげるから。どう？だまず、俺がコラボ者、まず、やつとコラボしてきてよ、俺も。
いろんな人間といろんな大手とコラボしてきたで。うん。なあ、うん、それ別にお前が俺のこと聞く必要ないよな。うん、俺は別にお前に聞いてんねんから、お前俺に質問してくんな。お前みたいなもんが、お前みたいなもんがな、おい、聞いとんのか、俺、おい。お前みたいなな、おい。お前みたいな小物が俺に対して質問してくんな、ボケ。ウィスキー君にとって小物か大物かってどういう基準なの？小物やないか、お前。小物やないか、お前。セリアでよ、お前100円均一でよ、お前買い物する配信何が多いの、お前。ロアコさんの分、ロアコさんの分も、ちょっと、買っていってあげようかな、何がおもろいの、お前。おい。舐めとんか、お前。ほうほう。じゃあ、ほうほう。オッケーオッケー。じゃあ、俺が100均に買い物行くっていうのは。お前さ、お前な、何やねん。ねえ。あ、いいよ、いいよ。俺喋っていいなら、いい？喋るや、じゃあ。オッケーオッケー。俺のさ、配信でさ、内容詳しく知ってるの。お前さ、広角レンズ使う、お前な、買ったもののお前さ、使うてへんがな、お前。うん。ダメ、どんぐらいあるな、お前。交代じゃ使えよ。え、俺、使ってるけど。嘘つけや、お前。いや、俺家で配信やってるから、ロジクールのカメラがあるし、リスナーさんからもらった31インチの、カメラと、リスナーさんからもらったレッツノートで、リスナーさんからもらったキーボードでやってるんだ。で、リスナーさんからもらったジュース飲んでるんだけど、ここでさ、スマホで配信やらなくてもよくない？え、もしかしてお前スマホで家で配信やってんの？ダッサ。和道くん聞いてる？和道くん。うん、お前さ、いいよ。喧嘩とする前に結構お前、ものすごいあれやで、電波悪いで。和道くん。いや、俺電波いいよ。君の回線が弱いんだよ。俺さっきまでずーっと配信できてるよ。君の回線が明らかに弱いんだよ。は？恥ずかしいよ。は？俺だってずーっともう4時間ぐらい配信してるけど、こっちで電波問題ないよ。光回線で通してるし。どうでもええわ。あ、そう。ちょ、喋るや、ちょっと。うん。でさ、さっきウィスキーくんさ、言ったけどさ、俺の配信需要ないって言ったじゃん。うん。なんで俺の配信見たの？俺、ウィスキーくんの配信一回も見たことないけど、うん、ウィスキーくんが俺の配信見てたんでしょ？で、見てて需要ないっていうのはどういうことなの？なんでそんな詳細まで知ってるの？なんで？電波悪いみたいだね。ブーメランだよ。え、大丈夫。ちょ、ごめん。LINE しながらお前にトスしてるから。うん、ごめんな。うん。いいよ、いいよ。うん。っていうか、もうだいぶ負けてると思うけど、まだ認めないの。もうリスナーさん、ハイロンパって言っていい頃だと思うよ。うん。どう思う？じゃ勝負になってないよ。ちょっと待てよ。うん。ちょっと待て。うん、また電波悪い？いいよ。電波悪くないから。おう、なんやの。てかな、お前、うん、お前の、和道くんな、うん。和道くんの愛人結構拝見させてもらってんねんけどな。うん、あ、ありがとう。需要ないのにありがとう。なんやろな。ものすごい、なんかもう顔がものすごいムカつくねんや。ほうほうほう。うん。ものすごい顔がもう、なしほどムカつくねん。なあ。で、すごい憎たらしいね。ちょ、配信やめてくれへん、ちょっと。うん。いや、やめないけど。うん。いや、だから、いや、やめないけど。え、やめないけどって、お前、需要ないし、もうやめたら。じゃあさ、絶対需要ないから。絶対に需要ないから。うん。喋っていい？どうぞ。電波悪い？いい？え、どうぞ、うん。うん、需要ないって言ってるけど、俺、ウィスキーくんの配信を一回も見たことないんだ。で、ウィスキーくんは俺の配信ずっと見てるわけじゃん。お前が俺の配信見たことないっていう根拠はないや、うん。あの、証拠ないやん。お前、知らないよ。あなたのこと今日初めてし。お前さ、アカウント変えてる、うん。オッケー、わかった。わかった。ちょっと証拠出せよ。お前が俺の放送してないっていう証拠出せや、じゃあ、お前。閲覧さ、どれくらいあんの、今。いや、話変えんねん。だから、お前が俺の放送見てないって。いや、話変えてない。
繋がってるからさ、閲覧どれくらいあんの？いや、ま、まじ、いや、俺の質問に対してさっき答えろ。いや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 。お前が。いや、そこはないよ。だって悪魔、うん、わけ。悪魔の証明だからそれは無理なの。理論的に無理なの。悪魔の証明はできないの。オッケー。証明にやったら言うなよ。今。なあ、お前証明。違う違う。悪魔の証明。出すな、お前。ちょっと待って。ちょっと待って、悪魔の証明知らないの？なあ。悪魔の証明だから無理なんだよって俺言ったんだけど、悪魔の証明知らないの？君。やってないことは認められないよって、やってないことを証明することは無理なんだよって言ったんだよ、俺。バカなの？お前がバカやろ。やってないことを証明することはあなたが挙証責任があるのよ。だからあなたが見つけないといけないの。それ裁判で常識だから。うん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。